はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあやってまいりました、超ドラゴンクエスト 10TV とうとう 7.2 のね情報が解禁されました。いつものね職業強化、あの職業が超強化、そして 7.0 でね目玉コンテンツである異界アスタリア、なんと回収されました。仲間にあれが、そしてさらにね新たなるね月下が加わります。そしてその他のねシステムも大回収、そしてね皆さんのお楽しみ武器立てのね見た目が発表される。そしてなんととうとう皆様来ました、サブキャラであんなことができちゃうというようなね、はい、情報がねドドンと詰まっております。はい、今日もねまとめ動画よければね最後までお付き合いください。では早速ね、内容いってきましょう。バージョン 7.2 始動ということでね、今回アンルシア姫がねもしかしたら…そしてねあの美人なルシェンダ様もはい出てきます。まあジャンプとかでねもう情報出てると思うんですが、今回バージョン3がねメインでね活躍されるストーリーだと思います。そんなバージョン 7.2 の題名が天雷の断罪者。いやちょっと怪しいねこのポルテちゃんね、闇を抱えてるポルテちゃんって感じだよね。はい、アップデビが10月23日、まさに僕のね予想通りドンピシャー。バージョン 7.2 を遊ぶためにはこちらのねメインストーリー前提クエストをねやらなきゃいけません。まあ結構ね多めに見えるんですが、まあ、ぶっちゃけ言うとこのトビアスクエをねクエストをクリアしてくださいということですね。まあそのトビアスクエをやるためには419から51、この4つのねクエストをやる必要があるということですね。そして以前ねこのトビアスのね条件で職業レベル90以上っていうね条件があったと思うんですが、これをね撤廃されるみたいです。まあストーリーにね組み込む以上はねそれをしないとストーリーが進みませんもんね。そしてねサブクエストもございます。第1話と続いていくクエストがあったり、ポルトにねグルメ巡りが新しく更新されます。さらにはね特訓上限解放30まで、今回ね皆さん予想してた方多いと思うんですがレベル上限解放はございません。うん、おそらく次のアップで 7.3 にはねあるんではないんでしょうか。まあ安心してねレベル上げゆっくりやってください。はい、そしてね今回ねこの職業バランス調整、まあ一言で言ったら超強化です。うん、ただしね複数の職が一気に超強化されます。今までね肩身のね狭いね思いをねしてました。まあ使われるだろうっては予想してましたけどね。こちらはい一言で言ったら魔法が超強化されます。一部の攻撃呪文のダメージと呪文暴走時のダメージ倍率を強化、これやばいっすよ、暴走時のダメージが相当上がります。より大きなダメージ与えれるように、呪文ダメージに影響する一部の特技暴走魔法陣、山巫女陣などを使いやすく調整。まあ暴走魔法陣といえばね、まあおそらく皆さんね魔法使い使った方は分かると思うんですけど、かなりモーションが長くてねちょっとよくねバラシュナとかだとねテンペストにね巻き込まれて死んでしまったっていう経験がある方いると思うんですが、ものすごい超強化されてますよ。また後でご紹介しますね。そして魔法使い賢者龍術師のタッツイから覚えるスキルの追加や水の宝珠で調整で魔力覚醒早火の杖の、状態の維持や立て直しをしやすく、まあ、魔法系の職業って一回死んでしまうと立て直しに時間がかかりますよね。魔力覚醒早読みの杖呪文暴走陣引いたりとかね超魔力覚醒やったりとかやってダメージを与えれるんですが、これが死んでもその効果が消えにくくなるというようにね調整になっております。そしてスーパースターの鎌特技に魔力覚醒を追加、スーパースターのねバギ系の呪文を強くね愛したんではないんでしょうか。攻撃呪文強化ということで、
まあ魔法使い、竜術師、賢者以外の魔法もね含めた呪文が強化されます。まあ、コーラルレインとか海賊の呪文もね強化されますよね。うん、バギムーチョ、バギ系とかね。一部の攻撃呪文の威力を強化、呪文暴走時のダメージ倍率を大幅にアップ、ダメージ上限を変更、超魔力覚醒などの使用した際のダメージ上限を変更、攻撃魔力の3装置を上昇しております。攻撃魔力が今までって1500までだったんだよね。威力ダメージがね、効果が適用されるのが、それが今回1999まで、上限がねアップしました。これでねダメージがねかなりアップするんではないんでしょうか。なんかさ、メドローアもこっそり入ってんだよね。これメドローは何なんだろう、ダメージアップなのかな、さらにダメージ上限も変更されるのかな、29,999とか。これはちょっとねドキドキもんだよね、魔法使い系は。はい、こちらが暴走時の時のダメージどれぐらいアップするのっていう比較のね絵なんですけども、左がこれメラゾーマかな、左が、今までのね暴走した時のメラゾーマのダメージなんですね、2577。それがはい、4209っていうね、かなりダメージがアップしてます。今までが暴走した時の倍率って 1.5 倍だったみたいなんですよ。それが 2.3 倍のダメージに、かなり強い。そしてね、他の調整がこちら。はい、攻撃魔力のパラメーターが上限が1999から2990に変更、そして一部の呪文と特技の調整で、暴走魔法陣、超暴走魔法陣、超暴走魔法陣霊なんですけども、これねめちゃくちゃ硬直時間短くなりました。まあ映像はねちょっとね見せれないんであれなんですけど、見てほしいんですけども、今までね多分バラシナとかね、まあちょっと魔法陣ね引いてた時にね、これ硬直長いなーってストレス溜まってた方、全然ストレスねなくなるぐらい硬直なくなります。もう魔法陣引いた後スッと動けます。今までピタッって魔法陣引いて杖をトンって、モーションでね固まってたと思うんですけど、その最後の固まる時間がねなくなるぐらい、それぐらい早いです。はい、そしてベレノーマの毒のダメージ上昇、ヤマモイコ陣がこれね、これもやばいね、チャージ時間がある魔法も対象になるように変更、メラガイアとかデドスとかもねヤマビコされるわけですよ。魔法色最強になるじゃんこれ、やばいね。まあこれ多分バラシュナーをちょっとイメージしてやったんですかね、相当バラシュナー体力ガンガン上げてんのかな。磁場系と、霊脈魔法陣、そして大岩フラッシュ、ドラゴラム、これどういう調整かというと、パニガルムって今まで地面がない扱いなので、磁場系、いわゆる設置系の呪文と特技っていうのがパニガルムでは、一切できなかったんですが、地面があるようにそして仮定して、やられるみたいで、簡単に言えば、設置系の特技呪文、はい、パニガルでもねできるようになります。うん、霊脈魔法呪文引けれます。そしてドラゴラムした後の大岩フラッシュもね大ダメージ与えれますということで、はい、ね、かなり魔法色、まあ、設置系なんですけどね、優遇されておりますねこれは。そしてちょっとね、賢者のイオマータだけなんですが、ちょっとこちらがねナーフされちゃいましたね。ナーフといってもそもそものダメージ自体が上がってるから、強いみたいですけど、イオマータなかなか、イオマータのね上限って一番上にねいかないみたいなんですけども、まあもしかしたらその条件によって、今回ね強化されたことによってイオマータ上限に行き過ぎちゃって相当強くなるという話があったんですよね。なのでイオマータの最大ダメージの上限、一発一発あたりの上限を下げたみたいです、イオマータだけで。さらに言えば、まあこんだけね魔法がね強くなったってことは、モンスターも強くなったんですか、高木ちゃんっていうね、ちょっと話があると思うんですけど、実はこれ半ばモンスターは別調整となっております。もともとスキルラインに何々系 20% といったちょっとね特攻系がついたりね、まあ火力が上がったりしてるわけなんですよね、普通の職業よりは。なのでまあ仲間モンスターはね、この魔法のダメージアップだとかは別調整となっております。もう強すぎます、魔法、まあ、モンスターもね、強くしちゃったらということですね。
そしてタッツイから覚えるスキルラインの追加ですね、魔法使い賢者龍術師の職業スキルラインの160から200セットにできる、スキルを追加します。魔法使いが復活時魔力覚醒と早読みの杖、まあ、要は魔力覚醒と早読みの杖がねつきやすくなります。これ確か、200になればなるほど 75% だったかな最大って言ってましたね。確か 75%、うん、かなりの確率で残りやすいですね。そして賢者が、聖なる祈りと魔力覚醒、これもでかいね。そして龍術師が、魔力覚醒の、確率が発動するっていう形ですね。そしてさらに宝珠の追加と調整となっております。宝珠をね1種類だけ、追加するみたいで、水の宝珠、不滅の呪文ダメージ限界突破、これ限界突破も死んだ時にね効果が消えないっていうねやばいな魔法職。そして早読みと、攻撃呪文強化が1レベルあたりの効果量を 3% から 5% に強化、レベル60に最大 18% から 30%、まあ、さっきのスキルを合わせたらこれ効果 100% になるので、死亡時にね、早読みとかね呪文強化がねまあ、スキルラインにどこにね合わせるかによっては違うんですが 100% にできるよね。なので死んで蘇生されてすぐね魔力覚醒がついてる状態、早読みがついてる状態にしやすいというようなねもう宝珠となっております。これ魔法職今回やばいな。続いては武器スキルライン調整内容となっております。こちらドドン、以下のスキルを追加し攻撃呪文に、重要な魔力覚醒状態や早読みの杖の状態を維持しやすくなりました。魔法使いと龍術師の両手スキルラインに行動時早読みの杖 20%、 そして賢者の両手杖のスキルラインに行動時魔力覚醒 20% 追加、そしてスーパースターの鎌スキルラインに魔力覚醒の追加が今回増えてます。まあ要するにイケイケどんどんってことですね。もうとにかくガンガン攻撃しろ魔法系はっていう感じなんでしょうね。魔法使いと龍術師魔力覚醒メラゾーマとかねやりながらね早読みの杖が、ね、20% 追加されますからね、ますますこれはもう指輪はね断罪の指輪一択になってくるんじゃないでしょうかね。早読みの杖もつけたらねめちゃくちゃ楽だよね。さあ続いてはねレベル128新武器盾登場。まずは片手剣不浄の滅剣、そして両手剣クラウドブレイカー、これかっこいいよねクラウドブレイカー、そして短剣ジェミニダガー。さあ続いてスティックルーナスティッキ、個人的にこれ怖いんだけど結構コメント欄見たらかわいいかわいいっていうね声があったんですけどね、ちょっと怖いんだけどね。まあ効果はどうなんでしょうね。さあエールの上位になるのか。あ続いてソウルワンド、前回のね杖両手杖かなり効果が強かったですからね、今回は内容どうなんでしょうね。ちょっとね僕思うんだけど スティックと両手杖合わせてさ月と太陽だよね、陰と陽だよね、だからちょっと賢者系に関わるような効果なんじゃないかなとね思うんですけどね。例えば光系のダメージがアップだとかさ、賢者専用の杖になるんじゃないかなとはちょっと思うんですけど。で槍ボーライドスピア、そして斧レラージェアックス、そしてコンクリナップロッド、すごいなんかパッチモンのおもちゃみたいだよね。そして爪器用流殺、なんかマシン系かドラゴン系にダメージアップって感じがしますね。さあ続いて無知ね星食いの毒蛇毒蛇かな、まあ、前回がねデルメゼ対デルメゼ用のね専用の無知だったからね、今回ねこれ売れ行きどうなんだろうってちょっと個人的に思いますね。まあ、前回みたいに鳥系にね鳥系虫系にダメージアップとかっていう無知だったらねまだね使い道があるんでねいいんですけどね、どんな効果がつくんでしょうかね。続いて奥義は乙女の奥義、雑だな、ゾークハンマー、そしてブーメランね、これがもう皆さん名前ステラトルネード、もうまさにだと思うんですが、もう簡単に考えていいですか、
ステラの上位でしょ。これはブーメランは鍛えたいですね。光陰除染かな、弓が光系にダメージアップみたいな、そんな感じでしょうね。そしてスコーピオサイス、そして盾がアクエリアスガード、そして水亀の大盾。呼び方は違えどで、アクエリアスと水亀って同じだろうと思うんだけどね。なんか今回適当だなってちょっと思うんですけど、雑に作ったなって感じなんですけどね。まあ小盾がちょっとね鍛えたいですよね。前回がメテオシールドで呪文耐性でね上位だったんでね、今回ブレス耐性っていうね期待してる方多いんではないんでしょうか。まあなんかね、あのオーロラエクスキューソンとかね打ちそうですけどね。ちょっとさあ、そしてね今回もちろんね武器も新武器になるから赤の常連禁止が出てきております。報酬がね赤の常連禁止へ変更になるものがこんな風になったようになりますので、ね、意味といてください。一覧です。さあ、そしてね新コインボス追加ということでね、内容は打ち明けられてません。何が来るか分かりませんが、ヒントは教えてもらいました。コインボスって今までってなんか関係性があるもの来てましたよね。前回のコインボスに例えばアンドレアルが来たらね、あの結界の守護者が来たりだとか、エビルプリストが来たりだとかといったようなね関係性がつながるようなコインボスの出し方してたみたいですが、次はね全く関係性関係ない。だからタイムマスター、まあドラクエ7でね来るんじゃないかと予想されてる方がいると思うんですが、全く別物だというようなね安西さんのお話がね出ましたね。何が来るんだろうね、楽しみだね。でめちゃくちゃ強いみたいですよ。究極邪神みたいにあれぐらいのレベルで強いみたいです。これはちょっと楽しみですね。でね、魔剣レオパルド追加、さあ楽しみにしてた方いるんではないでしょうか。アストロティア防衛軍新兵団襲来ということで、今回はグランゼドーナが舞台になるみたいです。公開の重滅兵団、見た目めちゃくちゃ硬そうだよねこれさ。だから今回魔法使いが強化されたじゃないですか。だから物理特技効かないんじゃないかなと思って、魔法でしかねいけないんじゃないと思ってね、めっちゃ硬そうだよね。だから魔法強化されたんじゃないかっていうね風にも思えてきてならないんですよね。さあ、いろんな意味でねちょっと気になってた方いるんではないでしょうか。イカイアスタルジア新要素追加、内容が仲間装備が変更可能に、これはいいと思った。まあ王家の迷宮と一緒ですね。アンルシアの衣装を変えれるっていうことがあったよね、あれと一緒なんですよ。うん、変更できる装備は武器と、おめかし衣装、まあ、ただしちょっとね条件がいろいろあるみたいです。うん、まあ武器っていうのは自分が持ってる装備の中の武器となります。まあこれもまさに王家の迷宮と一緒ですね。ハヤブサの剣をねアンルシアに装備してた、刺した方いるんではないんでしょうか。でさらに武器の種類なんですけど、キャラクターごとに決まった武器が あるんですが、それを変更して装備をね変えることができません。例えばヒューザーだったら両手剣、イリューシャだったら弓かな。うん、それを変更してヒューザーに斧を装備させる、イリューシャに、ブーメランを装備させるっていうようなねことはできません。うん、そして装備レベルは100以上のものしか、装備を変えることができません。で見た目もね、変えることができますので、ドラゴンクエスト10ショップとかでね、課金してね変えれば、できますので。そしてさらにね、心で召喚した場合も、見た目ももちろんそうだし武器も変わってます。うん、なのでまあちょっとおしゃれになるよね。わー、あのヒューザーすごいかっこいい装備をしてるじゃんとかね、召喚時に見せつけることができますよね。で一応ですね、もともと持っている武器が115相当と同じ種類のね武器の、強さとなっているみたいなので、おすすめは118以上の装備を持たせるのがおすすめとみたいです。いやー、これねライブでも話題になってたんですよね。おめかし衣装変えれたらいいなー、バレリア様変更できたらいいなってね思ってた矢先これがありました。はい、まあメニューでね衣装をね送ることができます。ヒューザーに話しかけた時に、さあなんと見た目はこんな感じになります。いや変わってないやん、色変わっただけやん、てかちょっとダサくなってるやんって思った。でイリューシャとユシカで
色変更しただけやん、なんて手抜きな運営さんなんだと思ったら、やってくれました運営さん。こちら、はい、エステラさんなんですが、こちらね、エステラさんにプレゼントを渡してます。さあ、竜のドレス、今新刊竜人館の服なんだよね。はい、竜のドレス、セクシー、めちゃくちゃエステラさん可愛いじゃん。でさらにね、心のエステラさんも変わります、ちゃんとこういう風にね。さあ、他のキャラクターもね、ヒューザーかっこいいじゃない。エステラさんちょっとスリットがセクシーだよね。イリューシャなんか少女っぽくて可愛い、なんかひまわり畑に似合いそう。じゃあ他のねキャラクターもどんなんがあるのかなと思って、運営さん、はい、期待してたらね、今の3人だけです。とりあえずは、まあ、最初のね色変えただけの、まあ、専用の服だったら皆さん用意されてるみたいです。アローンギフト黒ヒューザー専用の服ね。でバレリア様だとフリーズギフト灰色、あれを灰色のカラーバリエーション770円、たっけーなおいって思ったんですよね。だから最終は3人だけです。ヒューザー、エステラ、イリューシャ、新デザイン衣装はね1320円となっております。っていうことは次バレリア、アスバル、イリューシャかな。いや違うかな、あそうか、バレリア、アスバル、イリューシャかな。個人的にバニーとかね、まあ、そっち系でいいんでお願いします。バレリア様、バニーのバレリアさん見たい。さあ、さらに新要素追加、典型の石です。まあ、典型の石は何かというと、仲間をねさらに強化することができます。じゃあ強化とは一体、典型の石を10個キャラクターごとに渡すと上限解放や強化が行われます。まずはレベル、そして親密度と心のレベルも上限解放、さらにはそちらのね、各個人個人のスキルラインが2に変化、そしてスキルポイントを30ポイント獲得をすることができます。いやー、誰に使うかね、これちょっとあれだよね、困るんだよな。バレリア様が個人的に大好きだからバレリア様に使いたいけど、バレリア様あんま使えないんだよな。となるとヒューザとかね、あのおっさんしかないんだよな、ちょっとエンドコンテンツやるんならね。でその典型の石を入手できる場所は異界闘技場。まあ、内容はバンマの塔とかピラミッドを想像してもらえればいいです。まあ、道中雑魚が出て、最後のボスを倒すとクリアみたいな、制限時間10分以内で。ただしね、ちょっと上限があるから気をつけてくださいね。条件が、参加条件、うん、親密のがレベルが4以上になっている仲間が3人以上いることと、最深部のボスを討伐した後に現れる亡霊たちの話を聞いていること。安心してください、集荷ではないんです、毎月1回です。登場するボスや実績は毎月1日に更新されます。うん、いやー、でもさ、毎月1日って結構忙しいね、こうなるとね。でちょっとね、アップデートすぐ後あとはねちょっと気をつけて、10月23日だよね。となると、11月1日まで、まあ、期間が短いのですぐに行った方がいいと思います。そしてメニュー回収、まあプレゼントなど何個あるとか、かけらが何個あるとかがね見やすくなるようになります。さあ、出ましたね、またパニガルム女神の木レベル上限解放。続いては30個必要になりますが、もう30個が上限みたいです。今後ともずっと30個が上限みたいです。はいはい、実はパニガルムね、もう一つ回収があります。すごくねいい回収です、これが。周回勢喜んでください。あの、今までってゴールに行ってね、レッドログとかねもらってたじゃないですか。周回するたんびにもうめんどくせえなと思ってた方いたと思うんですけど、あれ周回する石に、触ればあそこでもねもらえるようになるみたいです。今回もバリーブートキャンプ実績追加がありますが、こちらね、今回魔法使い、一撃で7万5000以上のダメージとかね、まあすごいよねびっくりするのがあるんですけど、うん、でこの SS ランクに剣について、魔法使いとか龍術師とかで結構もう、あの、今回の強化で取りやすくなっちゃってるみたいなので、ちょっとね一部ね SS ランクのね、条件を変えたみたいです。
そして邪神の宮殿回収、これもねなかなかいい回収ですね。はい、ベルトの封印解除を個別にできるようになる。これね、王家の迷宮の奇跡のベルトもそうなのかな。今までって解除ってね、全部解除してたよね。うん、で一個一個でまたね、封印し直すっていうのがね、めんどくさい作業があったと思うんですけど、一個だけで解除したいよ、でその時は砂が5個必要ですよってなります。聖杯と砂がね、うん、で10個以上解除する場合は一日で50個消費するみたいなので、まあ、そこだけねちょっと気をつけてください。これは便利、1個ずつね嬉しいね。だから例えば龍術が出てきたから両鉄へ土だけ解放しようっていうことがねできるんですよね。うわー嬉しいねこれ。はい、そして邪神の宮殿の天国新ボス追加ですね。うん、まあ相変わらずちょっとぼやけて見えないですが、なんかこれね見たことあるんだよな、覚えないけど。で2話ぐれ、さらにねワープ装置天国が追加になりました。こちらドン。はい、こちらね、あの天国の像と一緒だよね。天国がね解放されてる間は光ってますので、コンテンツガイドから天国にね直接行けるようにもなりました。2話ぐれなくてもサクッと行けるよっていう形なんでしょうね。まあ、普段のね週間日課がすごくね楽になる強戦士の書回収ということで、はい、まずは同盟バトルのマッチング方法を選べるように、これね毎回ね一人でしかね、一人でね書から行ってるよっていう人はねちょっと分かんないかもしれないですけど、パーティー組んで例えば何人か、まあ4人以上かな、4人以上組んで同盟バトル一緒に行こうよって言った時に、この書から行けなかったんだよね。なのでわざわざ4人以上になると現地に行って再度ねクエストを受け直してからやらないといけなかったんですが、なんと同盟バトルの書からね同盟のね指定ができるようになりました。相手を探し方を選べるようになりました。めちゃくちゃ楽。まあ、さらにはね同盟を組まないとかね選べるので、こっからやるとねすごく楽んだよね。まあ、ただしね同じ場所、まあ、近くにいないとね指定のパーティーまあね選べないみたいなので気をつけてください。さらに強モードボスが追加されます。こちらねドン。はい、ザダクとかスイーツトロとかグリーブテガーとかグレイツェルが追加されますね。あ、グレイツェルはもともとあったか。まあこれちょっとね理由があって、次のね、はい、週刊日課のね回収が関わりあるんですけども、週替わりねこちら必ずね強戦士の書がね出るみたいです。いやめちゃくちゃ楽だよねこれ。もう何匹とか倒したくない。うん、偽のねグランゼドーラのねボスがね数が少なかったからね、先ほどのねグレイブティガールとか入れちゃったみたいですけどね。さらに日替わり討伐も回収がございました。これはいいと思う。まあ高額なね討伐っていうのは名声レベルで45以上かな、ないと多分来なかったと思うんですけど、今度から名声レベル45以上、もしくはストーリーがそこまで進んでいれば、高額討伐が出るみたいです。うん、例えば荒暮れ4万だったら荒暮れ用のストーリーをクリアしてれば、別に名声値がレベル1だろうがね来ますのでね、これは便利になる。はい、日替わり討伐ね、さらにはねクエストクリア時のね演出を短く、音楽がなくなりました。今まで音楽あったよね、クリア時の時の音楽、うん、あれがもうなくなりました。あ、今回もあります、転生モンスター追加。そしてドラゴンクエスト10オンラインを遊びやすくする回収がさらにあります。それがなんと皆様待望の既存キャラクターで物語スキップ。まあ簡単に言えば、まあサブの作りかけね、僕もいるんですよ、ポテ吉とか。うん、まあ、バージョンね、まだまだねスキップができなかった頃にねキャラを作って、まあ職人目的で作ったんですけど、まあストーリーがねバージョン1のままだと、うん、まあポテキチはなんとかバージョン2まで来たんですけどね、それをスキップできるようになりました。最新バージョンまでめちゃくちゃいい。これでちょっと最新バージョンのキラキラマラさんとかねサブとか金作のね輪が広がりますね。しかも料金いらず無料でできますよ、無料で。これはいい。ただし最新バージョンにしか飛べません。
うん、最新バージョンにしか。で、いくつか注意点があるのでね、これだけちょっとご注意くださいね。まず、スキップしたメインストーリーは後から遊び直すことができません。まあ、やっぱりやめよっかって言ってキャンセルすることができないのでね、気をつけてくださいということと、バージョン選んでスキップができるっていうわけじゃないんです。バージョン1、2、3、4、5の好きな場所に飛ぶんではなく、7に飛びます。なので、バージョン4まで一気に飛ばしてバージョン5からちょっとストーリー味わいたいなっていうねことはできませんが、いずれそういうことはしたいねっていうのを話してました、安西さんは。なので、もうもしかしてバージョンじゃ5まで飛びたいよ、途中まで飛びたいよっていう思いがある方は、今無理やりねやらない方がいいかもしれない。うん、後々でいいと思うかな。まあ関係なく最新のバージョンまでスキップしたいよっていう方はね、サクッとやった方がいいと思います。さらにストーリー報酬とクエストクリア報酬は一部の例外を除き受け取ることができません。まあスキルブックとか翡翠の鍵、力の種など手に入る数が限られているアイテムのみその場で例外的に受け取ることができますが、基本的にねストーリー報酬、クエストクリア報酬、まあ、経験値だとか、まあ、そういったものは受け取ることができませんので気をつけてください。ただ単にバージョン飛ばしたいよっていうだけの目的なんであればね、いいと思います。無料で嬉しいなこれ。そしてウィンドウパターン設定、ん？一体どういうことなのっていうね、まあ、こんな感じになります。白と黒が選べて、さらにね薄さをね3種類その中からね選べます。まあウィンドウパターン、まあ、白の濃い目が一番左、今までのパターンですね、ドラクエのパターンですが、こうやってねウィンドウを白の薄めにできたり、ウィンドウを黒くして薄くしたり濃くしたりっていうこともできるみたいです。僕ね黒の薄めがいいなと思ってる。これすごいなんか文字だけ浮いてるような感じするよね。メインストーリーボス難易度調整ということで、まあね、スキップ機能がつけて弱いままそのままね、まあ、バージョン7とかに行くと強いボスと戦うことになるんですよね。例えば弱くしても、うん、でその弱い、難易度をさらにねもっと弱くしました。4段階作ろうとしたみたいなんですけども、まあ3段階やいいやということで、まあ一番弱いやつが相当弱く作られたみたいなので、まあスキップしたキャラクターでも倒せるようにはねなんとか調整してるみたいです。そして新しい有料サービスのご案内ということでね、はい、ここからね大人の話になりますよ。はい、経験値の通帳とは、はい、こちらがですねバトルで得られる経験値だとか酒場登録で得られる経験値を積み立てすることができます。簡単に言えば好きな職業で経験値を受け取ることができます。例えばレベル上げやすい職業、まあ、バトルマスターとかでね行って、まあ、僧侶だとかパラディンだとか道具使いだとか普段やられない、ね、職業をね、経験値を渡すことができます。積み立てオンにすると、経験値を直接その職業でもらうわけではなく積み立ての通帳にたまって、他の職業に転職してその積み立ての経験値を下ろしてもらうことができるというようなシステムとなっております。さらに特訓モード中どうなるのということなんですけど、特訓モード中でも積み立てモードをオンにしてれば戦士自体、まあ今やってる職業自体には特訓モード、特訓ポイント入らないんだけど経験値は積み立てをされて、はい、ね、違う職業で触れるっていうことですね。うん、ただしこのルーキーの証とエンゼルスライム棒の効果は乗りません。元気玉だとか修練の心得だとか、まあ、あと料理かな、そういったもので増える経験値の分は積み立てできますが、ルーキーの証とエンゼル棒、やっぱりねこれレベル上限が、制限があってそれまで膨大なね経験値がもらえるんですよね。エンゼル棒なんか3倍だもんね。うん、なのでその分を入れるとレベルが低いキャラ、まあ、要は特訓ポイント115ポイントで止めといて、で違う職業にねエンゼル棒でねかなり高額なね経験値をもらえるようなこともできちゃうので、エンゼル棒とルーキーの証の効果はね、使えませんのでご注意ください。上限はね500ポイントと500万ポイントか500万ポイントとなっております。うん、まあ、バージョン7いったらね30分で結構稼げるんですけどね。積み立てた経験値を受け取る際は全てまとめて受け取ります。
が、例えばね、カンストまでに必要な経験値があって、それを積み立てしてる経験値が上回った場合は、ちゃんと残りますので安心してください。要はカンストする、例えば、500万ポイントあってカンストに300万ポイント必要です。で、200万ポイントはちゃんと残りますので、で、別の職業に与えることができますので、そこは安心してください。で、仲間モンスターにはね、影響は、ありませんので、そこだけ気をつけてくださいね。はい、そんなね、気になるお値段はこんな感じになっております。ドドン。はい、月220円。これが高いか安いかは人次第じゃないですかね。僕個人的はね、ちょっと高いなと思ってる、220円。ただね、自分の得意な職業でレベルを上げて、苦手なね、職業に経験値を上げるっていうのは結構使えるのでね、まあ人によってですよね、まああなた次第って感じでしょうか。いやー、これはね、出るんじゃないかとね思ってたんですけどね。プレミアム髪型、要はお金払えばね、特別な髪型にしてあげるよといったような内容です。ただ髪型って言ってる割にはね、色とツヤを4箇所セットできるっていうんですけどね、うん、色を変えれるよ、 4色のね、色を変えれるよっていう感じでしょうね。見た目そんな感じです。白、黄色、青と赤かな。襟元は赤なのかな。うん、あ、これ髪型も増えてるんだ。あ、そういうことか。これ髪型もこれ専用の髪型なんだね。あ、だからプレミアム髪型っていうんだ。あ、もう勘違いしてました。色だけかと思ってました。一番右の女の子可愛いね。この髪型似合うね。4箇所のカラーリングは可能で、初回のカラーリングは無料です。初回のカラーリングは、うん、2回目からはゴールドを消費して色を変えないといけません。購入した後は1色の髪型と4色の髪型を美容院で交互に選択できるようになりますと。で、必要なね、プレミアムゴールドは 1000PG。 結構高いね。まあ髪型でドヤドヤドヤしたい人はいいんではないんでしょうか。え、結構高いよな。無料の人もちゃんとありますよ。新髪型追加、わーい。こんな感じです。いや、これ使い回しだよね。まあでもね、他の種族がね、してたね、髪型はね、できるよっていうようなね、まあ髪型追加ですけどね。ぷくちゃんってお団子ヘアできなかったんだね。意外にね、ドアオが可愛いんだけど、似合ってるよね、髪型立ててるの。うん、なんかあれみたいだよね、ゴテンクスみたいだよね。可愛いけどな。まあでもなんか見たような感じがあるなっていうね。まあそんな使い回し、使い回しって言っちゃうけど、新しいね、髪型が、他の種族の髪型が、できるようになりました。足、ルーラストーン、飛び先追加、炎の了解、風の了解、バージョン3の了解を行き来できます。そしてマイコーデについてくんとドルボードが登録可能に。これすごいなと思った。うん、マイコーデでついてくんとドルボードを登録して、マイコーデごとにね、ドルボードついてくんもね、交換できるみたいです。ね、この装備にするとドルボードレーサープレズムでサイコロプスがついてきますっていうね。で、こちらもね、回収されます。錬金釜回収、はい、ドン。はい、作る数を4択から選んでまとめて錬金できるようになります。一度に多く作るほどチャージ時間が短くなるように。まあ、魔法の聖水だったら5個25個50個99個っていうね、単位でね、作ることができます。で、さらに倉庫に入っているものも勝手に自動で入れるので、めちゃくちゃ楽になる。もちろんお出かけ便利通路の錬金釜も同じことができるようになります。うん、これは後日ね、お出かけ便利通路こうなってよっていうアップデート情報はね、また作りますのでね、そちらの方でもまたご紹介させていただきたいと思います。マイタウン追加。花園の町、めちゃくちゃ欲しいんですけど、ブクレットと同じようなステージがあるんですよね。めっちゃくちゃ欲しくなった僕これ。今だったらおすすめマイタウンはって言われたら花園の町がいいんじゃないっていう。まあただ狭いからね、
広くね場所を取りたいよっていう方はね、他の町のタウンだとかね、ジュレットとかのがいいと思うんですけどね。こじんまりしてさらにこういうステージ台がついてるからね、ちょっとボトレスアップとかね、僕イベントやるときにね、わざわざプクレットの町まで行ってやってるのでね、このマイタウンはぜひとも欲しい。これマジで喉から手が出るほど欲しい。さあ、あなたのねレベル110装備のレシピが調整されます。110装備といえばエイルのスティッキ、妖艶魔女のグローブですね。エイルのスティッキお世話になりましたね、本当に。はい、とうとうね運営さん動いてくれました。マッチング放置者対策。さあ、放置してる人震えて眠れ。まあどんなね対策をするかっていうのはね教えてくれませんでした。ここで説明してしまうとその対策の対策を練られてしまうので、ちょっと内容は言えないんですが、マッチングね放置されてる方よく、はい、もう次から動かさないとダメですよ。あと配信者のね、オートマッチングとかで一緒に映りたくないよっていうね、まあ、システムもね早くね回収してほしいですよね。続いてはね、地味なね、はい、その他の内容変更となっております。こちら釣り同士の依頼になっている魚のアイコン表示、すごくね分かりやすくていいですよね。釣り同士がね求めてくるねその魚のね一覧が分かりやすくなるっていう。アイコンの右端にねこの巻物みたいなねアイコンが出てるんだけど、それが釣り同士のね依頼のね、お魚になってるので、それは取っといた方がいいよっていうね、はい、合図となっております。ね、港町連動駅2階にね追加した、ワープとなっております。これねすごいよね、英数字が、入力できるようになりました。もっと早くしてほしかった。そしてグローバーバッグの詳細をね確認できるようになりました、グローバーバッグの説明欄から。そしてこちらがこの間提案掲示板あった耳の中まで色を変えさせてくれっていうね提案内容ですね。見事、変えることができてますね。右がほら、耳の穴ねドアコの肌の色とそっくりとなっております。ね、馬車以外も全部のプリズムで飛行可能になります。ちょっと異様な雰囲気の映像ですけどね。このメリーポコでアイテム追加、あの装備が待ちに待ったあの装備が交換できますよ皆様。まずはマグロ解体ショー、これいるかどうか分かんないんですけど、次マグロ、マグロじゃない、お寿司スライム棒、これが欲しい人はいるんじゃないでしょうか。プレゼントチケット1個で交換できます。いやー、寿司三昧コラボのやつですね。そして新たにねクエストスキップパックが追加されます。その内容がこちら、スタンプカードのね対象クエストをクリアするパックを追加します。やたらと高いよなと思うのは僕だけでしょうか。大グリード大陸スタンプ21個のクエスト3150円、まあこれが高いか安いかと感じるのは人次第なのか。バージョン 3.0 からバージョン 7.0 までのメインストーリー開始時にクエストのクリアが必須になっているバージョンの前提クエストをクリアするパックも追加。まあ 750GP から 1500GP、 まあ1000円以内だったらまあいいかな。まあでも5個6個分だもんな、そう考えるとちょっと高いよな。でも高木ちゃん、さっきの無料スキップがあるじゃん、あれやれば別に前提クエストもクリアすることになるからいいんじゃないのって思う方、まあクエストスキップとの物語スキップの違いを説明します。まあ簡単に言えば、まあ現状の状態をキープするか強制的に 7.0 に行くかっていうことと、報酬がもらえるか、報酬っていうのは全部全て経験値も込みでね、特訓スタンプも込みでの報酬をもらえるか、それとも一部のアイテムを除き報酬を得られない状態になるのかっていう差ですね。さあということでね、まあバージョン 7.2 の更新スケジュールがこんな感じになっております。どどん、これ見た時もがっかりした。 7.1 がさ、やっぱ内容濃かったせいかさ、これだけ見るとさ 7.2 なんもねえじゃんっていうか、バトルが新コインボスぐらいだからね、バザーがさ盛り上がることないんじゃねって思うんですけどね、これ。まあただし皆さん安心してください、まだ運営さんに期待しましょう。おそらくですけど僕はバラシュナ4
と、増馬イベント、まあコラボイベントかなんかね、ドラクエ3の来ると思うんですよ。そのためにも下見てください。掲載してる内容以外にもイベントなどの実地を予定しています。予定は変更される場合はもしかしたらあるかもしれません。うん、これにかけましょう、運営さんに。うん、このバージョン 7.2 の更新スケジュール、このまま来るとは思わないんでね、安心してください。ただこれだけ見るとなんこれって思うようなね、内容ですが、はい、 7.2 ちょっと今からある意味ドキドキしてきました。はい、ということでね、10月23日水曜日にね、7.2 天雷の断罪者アップデがやってくるっていうね、あの情報でした。うん、まあ今回ちょっと懸念してたのがモンスターのね、弱体化だよね。あれが今回なかったのでね、まあモンスターバトルロードをね、ガンガン貯めたやつ使ってってもいいと思います。まあなので僕も明日からね、ちょっとフリーバッジ全部ちょっとね集めていこうかなと思っております。うん、バトルロードチケットめちゃくちゃ余ってるからね、あれ使い切らんとニモパン状態が続いてやばいからね、明日からちょっとバトルロードこもります。はい、まあさらにはね、コインボスもあるのでね、福引券もしっかりね貯めておいてください。ということでね、ちょっとね長かったんですがね、お付き合い皆さんありがとうございました。超ドラゴンクエスト TV まとめ動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。